シーズンファイナル迫る。優勝賞金200万円をかけたソロボーカリストコンテストもいよいよ大詰め。決勝戦に進む4名は一体誰だ。そして4名から優勝者を選ぶ審査員となるのはテレビの前のあなた。あなたが選ぶ優勝者は誰。全ての結末は10月22日夜8時。ソロボーカリストコンテスト、シングシングシング。1回戦に敗れもう後がないこの2名の対決。坂本真綾さんです。絶対勝ちたい次は。でもちょっと次本当自信なくて不安なんですけど、今ある時間だけでもその練習に使います。はい。次の対戦に敗れれば脱落決定。極度のプレッシャーが襲う。切り替える。その対戦相手は、木下くんです。勝ち残るには目の前のライバルを倒すしかない。次はサラか。2名による最終決戦、脱落するのはどっちだ。トーナメントバトル審査2回戦を行います。先行は石田さんですが、はい、今の気持ちいかがですか。もしかしたらこれが最後になるかもしれないので、私らしく私の歌を歌いたいです。坂本梨沙さんはいかがですか。私は歌に込める思いが誰よりも強いって自分で信じてるので、絶対に勝ちたいです。先行の石田さん、準備が整いましたら始めてください。はい。続けた季節は何も
ございました。ありがとうございました。続いては坂本梨沙さんの歌唱です、はい。